父が大工だったんですよ。だからその大工を目指すために東京吉本が勉強会っていうのを開いてると、島田紳助さんが見に来たんですよ。バッファロー五郎がとにかく受けてたし、ほんでこれはネタ作らないかんぞってなって、いっぱい同期がいたんで、作ったことないやつらもいっぱいいたんで、声かけて作るかみたいな話になって、その翌月作ったんです。でそのネタ見せに行ったら、当然その名前もじゃなくて落とされたんです。コンビで、いや3人です。3人、その南っていうやつと後藤っていうやつとたまたまその同期で出会って、翌月にオーディション受けて落とされて、それがやっぱ悔しくって、で次の月に絶対受かりたいから頑張って作ったら、まあ6組7組ぐらいなんですけど、新人コーナーっていうのがあって、その鳥っていうのを任されたんです。それって素人ながらにやっぱ一番最後って急に言われたから、まあ自分たちが一番この新人レベルですけど面白いとされたっていうのはなんとなく察して、ほんでまあ今考えたらもう本当素人丸出しのネタだコントだったんですけど、すごい笑いが起きたのはすごいやっぱ快感があって、そしたら渋谷の劇場から今度赤坂に移転するってなった瞬間に、なんかもういつの間にかレギュラーコーナーに入れてくれてたんですよ。で山崎芳生さんがそこで誰がネタ考えてんのみたいな会話で、呼んで僕ですみたいな感じで、なんかまあ気に入ってもらったっていうところが始まりです。でこの時はまだ住友理が社員ですからね。辞めてないですね。辞めてないですから。でも芸人さんで行こうっていうきっかけみたいなのもあったんですよ、一本。その時にちょうどその南と後藤っていう3人でコントやってたんですよ。で1年というか、まあ、10ヶ月ぐらいだったかな、ちょっと回数覚えてないけど、とにかくマンスリー吉本っていう雑誌にも取り上げてくれて、それが当時20歳か21で嬉しくって、なんか今東京吉本に日の木南後藤っていう子を新人で頑張ってるみたいな、もうちっちゃい記事なんですよね。でなんかでもそれは自分の中では社員さんが見てくれて、新人の中では受けてるんだなっていう、そのやっぱ そこの、まあ、自慢というか自負はありました。でその矢先南っていうのと後藤っていうのと3人でやってて、南がなんか神戸だったかな、兵庫県に地元に戻るってなって辞めちゃった、はい、でその時はもう別に僕まだ芸人になるとも決めてなくて、なんか月1回のライブが楽しくてしゃあないし、ほんだら山崎芳生さんやノリヤスさんの相方の森下さんっていう人がちょうど相方探してて、もともと山崎さんの相方のノリヤスさんと森下さんがコンビだったんです。で僕はこう突っ込んだりこう振りってこうする感じのことをコントでやってたんで声かけられて、で僕からするとその まあちょうどええなって姿勢だけど、おーラッキーみたいな感じでしたね。声かけられるというのはどういうことを言われるんですか？もう当然先輩ですから、ある時になんか今日時間あるみたいな話になって、で酒でもその時は別にまさかそんなこと言われると思わないから、ご飯でも行くんかなって、先輩ですし、ほんだらまあコンビ組んでくれへんみたいな話になって、ってなって、僕らが辞めるってその南がおらんようになるから知ってるんですかって聞いたら、それ知らんかったらしいんですよ。でいや実は僕ら3人でやってるったんですけど、その南も地元帰るし、僕どうしようかなと思ってたんですと、ほんだらちょうどええやんみたいな感じになって、でそこでまあコンビ組もうみたいなんですよ。そうなんです。ほんで森下さんっていう人とコンビ組んでて、で山崎さんと森下さんとノリヤスさんって同期だから、僕からするとやっぱ正直住友林業ってでかいからボーナスってありがたいから、厚生さんからもお前もそんなんていうか吉本入ったらええのにって言われたって言ってくれて、言ってくださって、で森下さんからするといやお前が12月のボーナスもらってから辞めるっていうのがショックやったみたいなこと言われて、まあ森下さんからするとね、早く芸人としてちゃんとコンビを組んでって思ってるのに、僕は僕でボーナスもらうまでは辞めないって決めてるみたいなのが嫌だ、嫌だって言われて、扱いとしてはない何なんですね、当時その吉本の状態っていうか、いや吉本ってそこが面白くって、面接の時に言われたんですけど、契約書も今は例の
まるまるの欄以降は契約書みんな結んでるらしいですけど、本当にないんですよ。で僕が入った二十歳の時も、もうどうぞ自由によそのライブ出ていいよと。で吉本の仕事として引き受けた時だけ吉本のタレントとして扱うからみたいなこと言われたんですよ。舞台出たらあのわずかでもお金が入ってくるんで、1回500円でしたから、僕らは450円です。手取りあの源泉引かれて450円でしたね。一舞台で交通、よく言うんですけど、だって交通費が片道280円ぐらいですからね、560円でマイナスですよ。でもまあまあまあ、それはもう別に当時はもうセミプロっていうか、ただのアマチュアに毛が生えたやつがやってただけでしたからね。あら、すいません。でそれでまあ森下さんとコンビを組むっていうことで、あ、じゃあもう住友にやめようと思って、一番根性入ったのはもう父親に電話するときは気合い入りましたね。継ぐはずだったわけですけどね。まあ、でも電話切った後、当時22か3で泣きましたけど、やっぱこう嫌なことを言うときってある程度根性がいるじゃないですか、ね、父親のことも怖かったし、で電話して父ちゃんちょっと大工辞めたいって言ったら、なんでぞと、なんでだと。でやっぱスカンって言ったんです。その大工があんま好きじゃないと、スカンかったらしゃあないわのーって、なんかあっさり、それはもう終わった後なんか嘘つけーと思ったんですけど、しゃあないわけないやろーと母親に聞いたら、後でやっぱ僕がいつか地元戻ってくるたびにこう何百万とかの機械買ってたのにそれも壊すとか言ったり、で僕が住友林業の寮出されるから、当時は一人暮らしするとき、マンション借りるとき、保証人とかってやっぱ普通両親、父親が保証人になるじゃないですか。それ実家に送ったら、もうその保証人の紙くしゃくしゃにして捨ててたとか、それ後で聞きましたよね。芸人になるとは言わなかった。ちょっと言えなかったっす。その時はちょっとずるいですけど、やっぱり大工辞めて吉本興業になる、入るとかはよう言わんかった。ただそれが恐ろしいのが、当時あのいいともの増刊号ってやったんですよ、日曜日、ね、あの頃の増刊号の視聴率ってすごかったんですよ。で田舎でもやっぱ増刊号当然流れてて、でそれこそしばらく経って、あの狭間寛平師匠のチャチャマンボっていうチャチャマンボグループって寛平師匠が名付けて、極楽とんぼ山本で、まあ私でハリケーンズの2人、ハリケーンズというコンビがいるんですけど、でインパクトって解散したコンビの高野っていうのが、これも話したら長いんですけど、寛平師匠の野球チームみたいなファンキーズ、ファンキーモンキーティーチャーっていう寛平師匠がやってらっしゃった映画からファンキーズっていう野球チームがあって、僕はユニフォームもらって1回しか試合行ってないんですけど、とにかくそのファンキーモンキーズ、ファンキーズのあって、チャチャマンボグループで増刊号に出たんですよ。そしたらそこでバレました。赤いビキニのパンツに蝶々がついてるんで、チャチャマンボ、チャチャマンボで、寛平師匠がヘイヘイヘイって言ったらこう構えるんです。僕ら寛平師匠がヘイヘイヘイって言うまではこう召喚だったんですこれ人前でやってくる、チャチャマンボ、チャチャマンボ、パキュン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 って、これが増刊号で流れたから、あいつ大工やめてねえ、そうお父さんそこで気づきました。増刊号で見るわけですね。あ、まあ増刊号を誰かしらが見て母親なのか誰かに言って後に伝わっちゃったっすね。そこの感想みたいな言うか、そんな腰の切りがこうとかないでしょ何やってんだとかってそういうことでもないんで、その時間がちょっと経って、そうですね、もうバレてたっていう、 あいつはこういうことをやってたんだなみたいな、なんかで吉本に入ったらしいぞみたいな感じだったんですね。もう後のその数年後にボケボケ日野くんで、その松本さんが僕のモノマネをモノマネっていうかデフォルメしたコントをやった時は、町内名を松本さんがおっしゃるから、それはもうマジで親友から聞きましたもん。その町内会議になってるぞと、なんでまっちゃんが
この三鴨町って、当時町名が三鴨町だったんですけど、三鴨町って言うんじゃんみたいな。ちょっと話先になっちゃったんですけど、入りますみたいなこと言うわけじゃない。これが吉本ってむちゃくちゃなのが何も言ったことで、もっと言ったら僕はっきり言いますけど、俺辞めた時も誰も言ってないですよ。だから俺元祖エージェント契約だと思ってるんですよ。